遅かったじゃねえか、桐生さん。俺の名前は上流だ。時間がかかったのはお前に送る写真を撮ってたもんでな。写真？今送ってやる。いい船だ。札に没収されるのはもったいねえ。これは何の真似だ。てめえ何が目的だ。先に吹っかけてきたのはそっちだ。お前が俺に絡んでこなきゃこうはならなかったんじゃねえのか。とぼけやがって。なら死んだはずの桐生一馬がなんで近江の船に乗り込んできた。ただ遊びに来たって。そんなもん誰が信じる。鶴野も獅子堂もグルだろ。あ？お前なんとか言え。電話に叫んだとこで誰も怖がっちゃくんねえぞ、会長さん。なるほど、上等だよ。ならこっちに顔出してもらおっか。やっと誘ってくれたな。その言葉待ってたぜ。蒼天堀にゴルフセンターがあるな。明日あそこに来い。うちの若頭を迎えに行かせる。お前は来ねえのか。心配すんな。おとなしく案内係についてったら会ってやる。あんたはもう俺のこの手でやらなきゃ気が済まねえよ。楽しみにしてるからな、キリルさん。どうだ、イケてるだろ。